はいどうも、ヒコボン、心の声です。今日は種棒のコミュニティデイ。イベントの目玉は、種棒の色違い実装。ダーテングに進化させると、特別な技、種マシンガンを覚える。経験値が3倍、それぐらいでしょうか。とりあえず色違いを狙います。有料スペシャルリサーチ。どんぐりポケモンの謎を解けのチケットを購入します。購入しなくてもいいのですが、120円なので買っておいた方が楽しめるでしょう。この場合の課金は悪じゃないです。それにしても、ここの寸法がいろいろ合ってないぞ。購入しました。まだタスクが加わってないようです。コミュニティデイ開始と同時に始まる模様。ってなわけで開始時間です。ポケモン、ゴー、いつからそんな掛け声を。第1種棒、色違いならず。有料イベントも始まりました。在宅ポケ活は、お香が肝心、星のかけらも使っておきます。ウィロー博士登場です。やあヒコボン。さっきあの木から落ちてきた種棒、君みたいに、急に目の前に現れたよ。私じゃない、あなたが急に現れたのだ。近くにいたポッポもびっくりさ。種棒のいたずらに違いない。ここでポッポを出してくるあたり、独特なものを感じる。というわけで、相変わらずのウィロー博士のノリで開始です。ポケモンを10匹強化する。嫌なタスク来たが、強化は、自分のタイミングでしたいのに。あとは、種棒を15匹捕まえる。ナイスローを5回投げる。強化以外は大丈夫そうです。とりあえず強化は置いといて、他のタスクを進めます。色違い来ました。これでもう安心です。とりあえず12時までやって、あとはモンスターボールプラスに任せることにします。12時になりました。捕まえた種棒を数えてみます。なんか、お香からの湧きが多くなった気がします。色違い、あの後2匹追加で、計3匹でした。もう満足です。これで、心置きなく、モンスターボールプラスに任せられます。色違い加えて、計98、やはり増えている。モンスターボールプラス、あとは頼んだぞ。というわけで昼食を食べます。途中テラキオン。CP2574。なんか色違いが来そうな気がするぞ。残念、ヒコブンの勘は当てにならない。ゲットです。復活してから、まだ一体も逃げられてない。スーパーリーグ14位の種棒をゲットしたので、これを強化して、タスクを達成することにします。強化の前に進化させます。バチュルの悲劇を忘れてはならない。イベント限定技の種マシンガンを覚えてます。10回進化させます。タスク達成です。これで次に進めます。今週のご褒美を受け取らないと先に進めない。お、一種の石場。未だ色違いゲットできず。これで先に進めます。ここで種棒出てきてもな。ここでも種棒。よし、戻ったなヒコボン。種棒について少し調べてみたんだ。おお。木の枝に頭の先をつけてぶら下がるんだが、力水分を吸い取っているそうだ。ほう、水を飲むほど体がツヤツヤ光るとか、知らなかったよ。水分補給の大切さを教えてくれているようなポケモンだな。これは強引だな。種棒が進化すると、ああ、もう一匹落ちてきた。餅つけウィロー博士。種棒を進化すればどんぐりと間違えないで済むとのこと。実物は、そんなにどんぐりと見分けがつかないのだろうか。
そんでもって種棒を15匹捕まえるだと、現在の時刻は終了30分前、よかった後でやろうなんて思わないで。通常時に種棒15匹は無理ゲーすぎる。15匹目が色違い、よくできてる。種棒ってこう見えてかなり小さいのだろうか、どんぐりと見間違えるぐらいだもんな。ウィロー博士の言うことはどうも信用できないが。あとはポケモン10匹送る。それから種棒3匹進化。過去に捕獲した個体値マックスと 98% の種棒がいるので、それを進化させます。進化タスク達成です。いい機会なので、忘れないうちにダーテングまで進化させてしまいます。色違いも進化させちゃいます。ドサイドンみたいな配色だな。オーダーテングはこういう色になるのか、赤土色っていうのかな、血液が止まったような色だ。嫌な例えだな。次に進みます。ポフィンいただき、もったいなくて未だに1個も使ったことがない。さすがだ、種棒を意地悪ポケモンであるこの花に進化させることができた。どんぐりだと思って驚かされることはないが、今度は草笛の音に悩まされそうだ。頭の葉っぱで作った草笛を吹いて人々を不安な気持ちにさせるらしい。これなら種棒の方がマシなんではなかろうか。測ったな、ウィロー博士。あ、いや、君のような勇敢なトレーナーにはどうってことないね。はぐらかしか。今度も早速進化させて、残りの時間は研究に専念したいものだ。さっきこの花進化させてしまったよ。まああと1匹ぐらいどうってことないけど。色違いをもう1匹進化させておくか。これで完了です。カーブボール3回。タスク達成です。ポケモン10匹送るも達成。ああ、この花が進化したね。横島ポケモンである。ダーテング、横島ってすごいな。残念ながら今度も気が休まりそうにない。今度はなんだ、葉っぱの内輪で風速30メートルの強風を起こして何でも吹き飛ばすそうだ。民家さえも私の移動研究所なんかひとたまりもないな。やはり種棒が一番無害。吹き飛ばされるのに比べたら種棒のいたずらなんかかわいいものだな。今度からは下調べを怠らないようにしよう。よく知っているつもりでも全く分かっていなかったよ。このウィロー博士は信用に値する男なのであろうか。一緒に調査してくれてありがとう。ダーテングの風が止んだらまた会おう。おいおい、ダーテング放っておいて行ってしまうのかい。ってなわけで、どんぐりポケモンの謎を解け終了です。まあ黙々と種棒を狩るよりはこういったミッションがあるといいですが。最後はダーテング、これが民家を吹き飛ばすやつか。ゲットです。前回の念力ポケモンの謎を解けはメダルあるのに今回のはないんですよね。とても残念です。後からでもいいので加えてほしいです。最終的に色違いは14匹でした。5匹ぐらいは自力で
あとはモンスターボールプラスです。お香の日と違ってまったりとしていてよかったと思います。お疲れ様でした。ではまた来月頑張りましょう。